戦や外交でその知略を発揮し、豊臣秀吉に天下を取らせた戦国の名軍師、黒田官兵衛。そんな官兵衛の前に立ちはだかったのが宇都宮重房です。重房は武勢一体を支配した武士団の統領で、戦では官兵衛に負けることがなかったというまさに宿敵。今回はそんな官兵衛の宿敵、宇都宮一族が拠点を置いた福岡県築上町を訪ねます。ここがもう入り口。はい、ここが入り口。地元のボランティアガイドの方に案内されたのは険しい山の中。ここがキノコの入り込み口です。今にも崩れてきそうな巨大な岩、ここがなんとお城に入るための表門なのだそうです。この辺の地形はもう岩がものすごく多くて、それを一番に利用なさったんではないかと思います。戦国時代、この辺りの山々にはキーノコをはじめたくさんの城がありました。それらを築いたのは宇都宮一族。鎌倉時代初期からおよそ400年にわたってこの一帯を治めた武勢最大の武士団です。重房の代の時、豊臣秀吉の九州征伐に協力したものの、伊予国へ転封を命じられたことに不満を持ち、入れ替わりで武勢を治めることになった官兵衛に反乱を起こしたのでした。足元に気をつけてください、はい、ですね。人一人がやっと通れる表門をくぐってお城の中へ。四つん這いにならないと歩けないような急な斜面です。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。断崖絶壁に築かれた山城で抵抗を続けた宇都宮市を黒田軍はなかなか打ち破ることができませんでした。実はこの紀伊野工場、戦の時お年寄りや女性、子供たちをかくまうことにも役立つ地形になっています。領民たちを大切にするという宇都宮一族の理念が忍ばれます。ここの人はみんな紀伊殿様と紀伊殿さんと呼んでます。とっても優しい方で、地元の人に言わせると紀伊殿様の悪口を言われていったら、もうとてもやないけどここの地から出られないぐらい大事になさったそうです。その後、宇都宮重房はどうなったのでしょうか。天徳寺を訪ねました。黒田の方も宇都宮がなかなか落とせない。宇都宮も守るには守ったけど、兵糧攻めにあったらいつまで持ちこたえるかわからない、そういう兼ね合いの中で和睦を持ってきたわけですね。自分たち二人小将とね、中津城に赴いて謀殺されたと、はい、こちらの3体の真ん中が18代宇都宮重房公墓です。勇猛な武将でありながら謀略によって撃たれた重房。宇都宮一族が眠る天徳寺には400年以上経った今も地元の人の墓参りが絶えないそうです。普通の殿様とは違ったのかなと、親しみやすい人だったのかなと、まあ、それがこの重房公のこの地に対する徳かなと。官兵衛の宿敵、宇都宮重房のふるさと築上町周辺には他にも2人にゆかりの史跡がたくさんあります。そしてこんな建物も。うわ、広い広いですね。あ、こんにちは。どうもこんにちは、いらっしゃいませ。こちらは黒田官兵衛とゆかりがあると伺ったんですが、はい、宇都宮の家臣の子孫だということです。
明治から昭和の初期にかけて炭鉱を経営し、日本の近代化を支えた倉内家。この倉内家はかつて宇都宮家の家臣で、ここはその子孫が建てたお屋敷なんです。家紋入りの照明や部屋ごとに衣装が違う欄間など、さまざまな趣向が凝らされた作りで、見どころいっぱいの邸宅です。どんなお気持ちで、ね、作られたんでしょうね。そうですね、お客様に対してのもてなしの気持ちと、思いやりというか、やはり感動というところですね、はい。さて、宇都宮重房にまつわる新しいお土産が誕生したとの情報を聞きつけ、築城町の物産館メタセの森を訪ねました。ありますね、ですね、これなんです。ゲーゲキカレー、ド派手でしょ、これね、引きますね。宇都宮重房、はい、文士官兵衛の最大の、ライバルだった、実は紀伊谷の戦いの中でですね、官兵衛が非常に手こずった、勝てなかった、ということで、撃破した、という意味で、迎撃カレーとつけました。迎え撃つぞという意味 で、はい、そうです。築城町にある航空自衛隊基地の食堂で出されるカレーをベースに辛味成分を加えたというこの迎撃カレー、果たしてその辛さとは。ちょっとたっぷりめにいただきます。美味しい、美味しいですよ、ええ、ただ基本美味しいはずなんです、はい、ただ辛みがね、痛い。まさにね、迎撃なんです、撃破するという意味で。なるほど、これなら官兵衛さんもきっと降参だと思います、はい、私降参です。官兵衛の宿敵の地である築城町、そこに残るゆかりの地を巡った今回は、発見に満ちた楽しい旅となりました。ここ築城町に黒田官兵衛ゆかりの地がこんなにあるとは知りませんでした。そして同時に、宿敵と呼ばれた宇都宮市、地元の皆さんにこんなにも愛されているということも興味深かったです。皆さんもぜひここ築城町に実際に足を運んでみてはいかがでしょうか。